ニュースティーズ。お、いくね。今4分の1オンススピナーベイト、軽め。この距離感を正確に。いくね。素晴らしい。今まで僕スティーズリミテッド愛用してて、34ミリ系のスプールで、シャロースプールが出てからそれを使ってるんですけど、それまでは P ラインを下巻きしてスプールをより軽く仕上げて使っていたんですけど、でラインももうスプールパンパンまでは巻かないでいたんだけど、今回この32ミリ船、素晴らしい。やっぱこうこれぐらいの距離感って正確に、あと静かに狙えるね、結構ギリギリの距離感になってくるんですけど、ってなるとあんまり重いの使いたくない、着水音大きくなっちゃうからね。軽めのものでだけど低い弾道でスムーズに飛んでくれないと静かに正確にとはいかないから、それを叶えてくれる。こういうリールは超過に直結する。だこれをさ、8分の3オンスのスピナーベイト2分の1オンスだったらもう距離は全然余裕になってくるんですけど、やっぱりより着水音がを気にしなきゃいけない。あの沖にあるんですけど、あそこ気はすごく浅いんですよ、っていう時にやっぱりソフトに落とさなきゃいけない。軽い方がそれはやりやすい。でもやっぱ軽いものを飛ばすっていうと、その分力まなきゃいけないし、ってなると精度は落ちるっていうね。そのところでこう軽いものも力まずに飛ばせる、だから精度も出る。これは戦力だね、素晴らしい。そうですね、あの今まで軽いものを投げやすい、まあ、そのもっと前で言うと、まあ、軽いものを投げやすいっていう SV スプールがあったんですけど、まあ、距離投げるってなると失速感が出ていて、それが SV ブーストになってこういったね遠めの距離感も狙い撃ちしやすくなったんですけど、今度のこのニュースティーズは32ミリ系スプールで軽いものもより投げやすくなっていて、それでいて後半の失速感もない。今ねブレーキは8でやってます。うん、とりあえず僕はだいたい真ん中よりちょっと弱めで使うことが多いんですけど、いやこれまだ本当キャストし始めだから、これもっと体に馴染んできたらもっとキャスト決まるようになるはず。いきなり使ってこれだからね。でもおって思った。じゃあもうちょっと遠目行ってみるよ。行くね。で僕キャストホーム見てもらえば分かるんですけど、大振りしてないんですよ。やっぱ精度出すためにコンパクトに振ってる。だけど飛ばせてる。ほら本当のね、オープンウォーターにもより遠くに飛ばすっていうんだったら大振りでもいいんですけど、大抵はね何かやっぱ狙って投げることが多いから、この距離感をね正確に射抜けるってそれだけで武器だし、でもそれって慣れもあるけど、やっぱ道具がそれに応えられるものじゃないと厳しい。明らかに言ってるもんね。僕でもね正直これぐらいの距離感を正確に射抜いてくってちょっと難しくなってくる、シビアになってくる。軽いものをこの距離感で決めてくっていうのは、それがね今やっててすごくやりやすい。これは進化だね、素晴らしいでしょ。でね、コンパクトさもいい。よりコンパクトになって巻きも滑らかだしね。あーもうその良さに慣れちゃってるのは正直あるけどね。
ハイパードライブデザインになって、そのガタつきのないずっといい滑らかな状態で長く使えてるから、やっぱ人ってそれに慣れるとね、当たり前になっちゃうんですけど、やっぱ素晴らしい。滑らかだもんね。うん、細かい振動までね。でやっぱりこれが第一世代のスティーズの時は使うごとにガタが出たし、だからチーズを割るとメンテナンス出したりしていたのがもう出さないしね。いやもうどんどんやっぱ良くなってんですよね。最初第一世代のスティーズの時に途中から SV スプールが出て、もうあれはね本当僕の中で革命だと思ったの。それまでベイトフィネス専用タックルがないと投げれなかったところにかなり踏み込んで扱えるようになったこと、あれで僕の求めていたおかっぱりでのバーサタイルタックルってものがこう現実味を帯びた。でそこでその後ショアコンペッションっていうロッドのシリーズが始まって、合わさってその完成度が上がったんですけど、でそっから第二世代のスティーズになって、でブーストもなって、それまで SV スプール得意としていた中近距離っていうところから遠投までこなせるようになっちゃって、でスティーズリミテッドにシャロースプール、これまたもう過去一だなと、もうね明らかにこう進化してってるのが感じ取れていて、でまた今回ね第三世代もうねまず見て、あ形がいいなって思って、こうやってね僕形もリールの性能だと思ってるんで、その持った軽さもあるけど、そのコンパクトさ、低さからくる持ちやすさ、僕これもリールシートも一緒なんですけど、ワンフィンガー、ツーフィンガー、スリーフィンガーどう持ってもフィットすることっていう、このいい形、より出っ張りもなくなってね、滑らか、うん、パーフェクトじゃない、なかなかないと思いますよ。4分の1オンスのスピナーベイト、ここまでこの距離感ピンスポットに決めやすいリール、でもこれも僕ももし無理やり飛ばすために強く振ってたらこうはいかない、もっとばらつく、あくまでそれを許してくれるコンパクトなキャストホームで飛ばしてくれるタックルだからできてるね。それも進化だから、よりやれることが増えてる。じゃあ、よりバックラッシュなくなりました、より軽いものも投げれるようになりました、より遠投もこなせるようになりました、で耐久性も上がりました、で今回またじゃあその今現時点での全乗せハイパードライブデザインにアルティメットキャスティングデザイン、やっぱ現代の釣りにマッチしたこの32ミリ系のスプール、うん、僕はねこれまで34ミリ系が正直好きだったんですよ。それ何が良かったかっていうと、その時に34ミリ系として使いたい時もあると。だけど状況に応じて糸巻き量を減らして、じゃあ33ミリぐらいの間隔、32ミリぐらいの間隔で使う時があるからいいなと思ったんですよ。でもそれって本当を言うと、じゃあ32ミリぐらいの糸巻き量にしても32ミリ系の性能にはならないんですよね。それっぽくは近づくんですけど、やっぱりこの専用設計32ミリ系でフルにラインを巻いた状態で
その性能が出るっていうのが今回、これまではそれに近づけていたに、まあ、過ぎなかったっていうのもさ、あんまり、ね、いい言い方じゃないかもしれないけど、実際そういうことをやっていたから、だからより両極端化してるのはあると思いますね。全てがフィネスな方向っていうんじゃなくて、一つそれはあるけど、もう一つ、まあ、数少ないチャンスでもよりビッグフィッシュ満足のいく一匹を求めてのパワーゲームもあるし、ただ、まあ、僕個人としてはいついかなる時も攻略したいんですよ。たまに思い出に残る一匹じゃなくて、そのどんな日でどんなフィールドであってもその日を攻略したいってなると、やっぱそのワンタックルでより多くのことを満足にいくレベルでこなすタックルが欲しいし、まあもうシンプルに言ったら釣れるタックルが欲しい。だからじゃあ今ね、よりこういった軽いものも投げやすくなりました、ね、遠くにもブーストスプールで飛ばしやすくなりました、で後半の失速力も感もありませんってなっても、じゃあ片やこれでパワーゲームができなかったらそれはそれで嫌なんですよね。まあ、ビッグベイトとかはね、また専用タックルの方がいいだろうけど、じゃあこれで、カバーフィッシング16ポンド20ポンドってラインを巻いてヘビータックルでガンみたいな釣りもやれないと困る、うん、そういうバーサタイルさ、決して軽いものが投げれれば投げれるほどいいっていうことではないです。だそこがやっぱりこうハイパードライブデザインっていうところでのタフさ耐久性っていうところが生きてくる、うん、すごいよねこの幅広さ。なんか意のままに入るね、うん、もうこれって感覚なんですよ。こうちょっとちょっと距離感って変わってってるんですよ。今進んでいくごとに遠くなってってる、でそれを感覚で通してるんだけど、なのにそのイメージ通りに飛んでってくれるっていうのは、なんだろう、まあそれに応えてくれてるよねリールが、うん、その度に多分自分の中でちょっと遠くなるほどに気持ち力を込めてると思うんですよ。でもそういった時に変にばらつくんじゃなくて、ちゃんとその通りに行ってくれてる、だピーキーじゃないんですよね。これなんてもう結構遠くなってきたよ。まだいける、まだ意のままにいける。なんか自分でもこれどこまでいけるか試したくなってくる。それでまあひょいってちょっと岸際投げたけど、フルキャストだけじゃ当然ないですからね。むしろフルキャストの方が少なくて、もういろんなキャスト、じゃあこうフォアからね振ったり、バックハンドで振ったり、ピッチングもするしスキッピングもするしって、そのどんなキャストでも投げやすいことね、どんなフォームで振っても投げやすいっていうのは大事。やっぱそれってスプールブレーキの性能だけじゃなくて、持ちやすさ軽さっていうところも重要になってくる。だってこれが重いとバックハンドで振りにくいし、やっぱピッチングなんかもやりにくいんですよ。片手でも振り切れなくなるでしょ。軽いからもう片手でヒュッてフルで振り抜けるけど、でこの片手のキャストってより軽いルアーを投げるときに、僕は両手で振るよりもなんか振り切れる。今ねこんな感じ、全然片手で振って振り飛ばしますよ。うん、まあ、これはね重量はもうずっとスティーズは軽いままだから、まあ、これ以上軽くなるのを望むってほどでもないかな。もうここまで来るとね、それよりはもうそのこの軽さのままより高められるんだったら、より強度耐久性の方が求めるところで、それが今回増してるから、うん、そうなんですよね。 160g のままなんだけど、でもハイパードライブデザインになってるっていう、それによって重くすることなくタフさ耐久性が増してるっていう。軽くするだけならできるでしょ。マジ素晴らしいよ。
そうでないとね、やっぱ気持ちいいタックルって。でこういういいキャストって本当超過に直結するから、キャスト決まんなかったら釣れないよ。ほら、これはすごいリールだよ。これ距離投げるにはスプール系って大きめの方が有利なイメージがあって、小合計になるほどにどうしてもねスプラ回ってるんだけど、1回1回の糸巻き量が少ない分伸びないっていう。だけど32ミリ系でこの飛んでる感じは TWS も進化してるね。ラインが出てく時の抵抗がより少なくなってるのと、 SV ブースト、これは絶対武器になる。これはいい。これさ、大振りしてでもこのスリット飛ばそうと思ったら行くのかな。行ってみるよ。行くね。あ、これブーストはむしろこっちだね。いや今までも十分自分の入力の割にスムーズに飛んでたから、いや飛ばそうと思ったらもっと飛ぶわ。4分の1オンススピナベッドですよ。ほらすごい、これはすごい。だこういうことだよね。そのコンパクトスイングで軽いものを今までよりもより遠くまで正確に射抜きやすくなって、さらに SV ブーストと TWS もより抵抗が減って、遠投もめっちゃ気に入りました。で、まあ、今、まあ、これ結構糸巻き量あるんで、ここまで必要ないから下巻きは P ラインしてるんですけどね。でもその辺は用途に応じて調整してもらえれば、だから太いラインをとか、ね、飛距離必要っていうであればフルに巻けばいいし、必要なければ P ラインを巻いてね、より軽く仕上げてっていうところで性能もより合わせられるし、その調整の幅もあるからね。で特におかっぱりだとこうやって満足に振り切れないシチュエーションも多いんですけどね、そんなところでもこんなコンパクトなスイングでもシャープに出ていくリールはありがたい。その性能も32ミリ径になってより上がったのを感じれる。カバー打ちも素晴らしいね。今ジグのウェイト 5g なんだけど、極めてスムーズにカバーの奥に滑り込まれてくる。追ってきてる、追ってきてる、食った。お、来た来た、追ってきて食ったよ。
えばね、これぐらいの近い距離感だったら楽に入るけど、それどころか、と遠めのカバーにもこれまで以上に攻略が楽になるんじゃないかな。ね。今 5g のジグなんですけど、こういった軽めのものでも、こう射程範囲が広がった。まあ、ワンタックルでね、どうしてもやることが多いからね。だから軽いのも快適に扱えなきゃいけないし、一方でパワーフィッシングもするしっていう時に、やっぱ耐久性とか力強さも求めるしっていうのがね、ある。でやっぱり一番は、そのいろんなウェイト、いろんなタイプのルアーをあらゆるキャストで、もうピッチングスキッピングからフルキャストまでこなせることで、それも僕ブレーク調整もしないし、っていうところがね、すごい軽いところまで、より軽いところまで、なんか投げやすくなったなっていうのがね、この32ミリの効果も感じたし、あとはまあ相乗効果なんだろうけど、ほらね、細かいところまで一つ一つの差はね、もう一緒になってるからわからないけど、じゃあその TWS の進化とか、ね、そういったところも関係してるんだろうし、なんかこうあえてね、いろんなこうキャストをシチュエーション変えてやってって、その場面場面でね、あ、いいね、素晴らしいねって言葉が自然と出てくる。なんか使っててね、キャストがもう決まっててさ、あ、いいね、楽しいなこれっつって、それが今回すごく良かったかな。僕本当にそれがいいと思って、もし次来たものが、あのスペック上はね、良くなっているとは言われても、自分がやりにくいと思ったら使わないから。だからそこはね、今回ちょっと心配ではあったの。僕どっちかっていうと32ミリって小さく、そのバーサタイルなリールなのに、あのスプル径小さくすることにはネガティブな方だったからね、っていう中で今回だったんで、そのね、心配は払拭されたし、それどころか進化も感じれた。大満足です。間違いなく僕の今後の相棒はファイアールフに、この第三世代のニュースティーズになります。よし、食った。遠投、よいしょー、来たー、フリーリグ。今度は遠投フィッシュ、いいね、あらゆるキャストでいい、まあ、それがやっぱりいいよ。このね、ワンタックルでいろいろこなすのに本当に本当に武器になる。さすがスティーズ。